が負けたらやっぱりトライブ舐められるなっていうのがあると思うんで、やっぱそこで気持ちで絶対負けないように、そういう気持ちでした、ね。格闘技に対する向き合い方がやっぱ変わりましたよね。今回今まで以上にちょっと覚悟を持って挑もうかなと思ってるんで。まあ、今までほとんど練習してなかったみたいなもんなんで、まあこの今までは、まあ、一仲間としてやっぱり接してたんですけど、今はやっぱこのみんなの俺が上に立ってるんだって、俺がやらなきゃいけないんだっていう気持ちになってきてますね。やっぱそういう気持ちって大切なんだなって改めて実感しました。まあでも辛いことの方が多いですけど、やっぱやらなきゃいけない、絶対盛り上がる試合になると思う。18歳ぐらいからだから10年ぐらいやってますね。近くあって戦歴は多分70ぐらいはやってると思うんですけど、ナンバーワン出るのはちょっと久々なんですけど、まあメインでやらせてもらえるって言ってて、ちょっとものすごく嬉しいです。ビジョンとしてはもう勝ちしか見えない、負けるビジョンが全く見えないかなって感じです。まあ、早めに決着つけられればと思ってます。栃木県から、まあ、宇都宮からみんないろんな仲間が来てくれて、で応援来てくれて、でそういうなんですか、あったかいっていうのが一番自分の中では一番のモチベーションになるかなって思ってますね。守る、みんな判定なんてつまんない結果求めてないと思うから、やるかやられるか最後の試合しようよ。おや、大きい、宇都宮から千葉までわざわざ殴りに行ってやっから、しっかり首洗って待っとけよ。俺がナンバーワン。俺がナンバーワン。